よし、マリアで主演取るよ。マリア橘です。頑張っていきましょう。さあ最初の相手は、あかんな。マリア本気でいくぜ。一番、多分一番勝率悪いよね。よし、やってこう。それではよろしいですか。ルールを説明していきますね。まあ落ち物パズルで左から3列目が先に積み上がった方が負けというゲームになっています。で、8連勝ノーコンティニューでチャレンジして、エンディングを見ましょうというね、企画でございます。花組対戦コラムスドリームキャスト版のね数も含めて、この企画3年ぐらいやってますけどね不定期でこうやってね続けながら、だいぶこんなにやるとはね本当思ってなかったよね。でね、舞台新桜大戦とかもあることでね、このチャンネルもたくさん人が来てくださるようにね、ちょっとずつちょっとずつなっていってるので、こうやってやっていくのが初めましてで見てくださってる方もたくさんいると思うし、これはなんかこのチャンネルの一番期待していただいてるのって、私意外だったんだけどゲーム実況なんだよね。アンケートをねコミュニティで取ったら、結構その舞台だったりとか桜革命のことだったりとかでラジオ動画をいっぱい上げてるから、でやっぱりねゲームに関しては別に他の人もねゲームってできるから、当たり前のこと言ってるけどね、でもその桜大戦ってここがいいよね、あそこがいいよねっていう話をできる人っていうのはね、当然桜大戦が好きな人しかできないから、そっちの方が期待がされてんのかなと思ったんだけど、結構このゲームをやっていくっていうのが一番皆さんが見てるんだなっていうことを感じて、そのアンケートの結果を通じてね、だからやっぱり桜大戦のそのコアになってくる部分っていうのはゲームなんだなっていうのは改めてね、そういう皆さんからご回答いただいた内容とかを見ながら感じたね。攻撃かな。マリアの攻撃はサイコロの目が小さい、時の能力が小さいからすぐ消えちゃうんだよね。あ、でも勝ったね。勝負あったわね。よし、この決めのセリフかっこよくない？マリアさんの勝負あったわねがね花倉ワンはこの勝った時のこのセリフがねボイスがないからちょっと残念なんだけどね。よし、まず幸先よく勝ちましたね。初戦でカンナを倒したのはめっちゃ大きいな。あ、コーランか。シンデレラ役はうちがもらうで。コーランはやっぱ戦術をこっちが変えていかないといけないんだよね。さあ行きましょう。それではよろしいですか。東京的休日を聞きながらね、この間だから舞台新桜でさ、ユンホアを上海歌劇団が歌ってくれたじゃん。やっぱりそのコーランがさ、藤崎さんがね、やっぱり歌っていう点ではさ、従来のその伝説の帝国歌劇団のメンバーでは引きつけてくれる人の一人じゃん。皆さんやっぱ歌がお上手な方が当然さくらのキャストに選ばれてるから、もう全員そうって言っちゃそこまでなんだけど、曲をねやっぱり上海歌劇団のひらりさんとマリアンさんが歌ってくださったっていうのはさ、従来からやっぱ桜大戦応援してる人からするとね、うわーそこに落ちるか、それはうざいな、そこの時宝石はちょっとうざってーなーうざいってどこの方言だったっけ、もともとね、邪魔くさいとかじゃなくって背筋が凍るとかの意味から派生してるんだよね。どこの方言か分かんないで使ってるからな続けていって、だからこの東京的休日とかメトロで行こうとかっていうキャラクターソングって結構ベーシックなんだけど、ちょっと来たな、落ちてきたな。だからね、それを歌うっていうのはちょっと難しかったりはするけど、でもまあ聞いてみたいよね。さてどうしよう。魔法石にしようか。ちょっとここで一回リセットしよう。魔法石が落ちたところにある、宝石と同じ色の宝石が全部消えるんだよね。で、今やったみたいにフィールドに隠れていた部分のやつは次のターンで、落ちてくるので、魔法石3個を上手に使うっていうのが、1個コツなんだよね。
俺すごいな、こうやってプレイしながら解説できんだな割と器用だよねゲーム実況ってね。二重作業力のトレーニングみたいな感じはあるよね。多分さ、これ見てる方で私もゲーム実況上げてるんですよみたいな人もいると思うんだよね、中にはね。桜大戦ファンが集まるチャンネルっていう名前だから、桜大戦ファンの人が一番メインで集まってくるかなと思いつつも、そういう風にね、そのゲーム実況、まあゲーム実況は一番このチャンネルで期待されてるコンテンツだからな。きっとね、そういう方も見て、あ、私もやりながらそういうの感じてます、ゲーム実況っていろいろ喋りながらやるから頭鍛えられますよねとかって感じてる人とかいるだろうね。そういうコメントあったらそれはまた興味深いね、面白そうだね。いやー、レベル2攻撃でも決まるかなと思ったけど、結構コーランがフィールド整頓しちゃったな。私の勝ちですね。オッケーオッケー、でも勝てたね、よしよしよしダメだな、馬はやっぱ見ると笑っちゃうねあの馬の顔がいいしな、よく見るとあの馬のぬいぐるみの着ぐるみの部分の顔をちょっと頬が赤らんでんのよこのゲーム攻撃力強いキャラが強いから、サクラとか、サクラだよシンデレラは譲りませんからね。噂をすればサクラだよ。さくらすみれが厄介かな、戦いにくさっていう点で言えばね。まあ、どうだろうな、すみれさんの攻撃も嫌じゃん。アイリスはまあ攻撃強いんだけど防御の方が厄介だから、このゲームどっちかっていうとやっぱ防御力が強いキャラよりも攻撃力が強いキャラの方が相手に嫌われるプレイはしやすいかなって思うし、コンピューターだとなおのことかな。それはまあ逆に言えばあれなんだよね、花組が本当の相手じゃないんだよね、隠しキャラ3チームがね真の敵ということを忘れてはいけないよね。だからここでつまずいてる場合じゃないんだよな。さあ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 、ちょっと配列がいまいちというか引きが悪いな。緑が来てほしいんだけどね、緑ぐらいしか導火線を作ってない状態にしちゃったから、ちょっとどんでしょうね。やべえよ、さくらがやっぱ先に、こうやってもたもたしてる間になっちゃったね。さあこれ我慢したら勝ちですよ、逆転できますよ多分。魔法石にしようか、攻撃しない、今攻撃しても勝てたんだろうけどね。ただ思わぬフィールド整理とかあるからな。今でしょ、今でしょ。恐れるものは何もない。ほら上手よし、めちゃめちゃ今でしょ連呼したからなよし、じゃあ無事勝てました。次行きましょう、あとスミレとアイリスだね。まずは桜に勝ったのでかい、でで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 肘ぶつけましたアイリスですね。アイリス強いんだよ。アイリス強いのはすごくよくわかってる。アイリスにはめっちゃ負けてるからな、なんやかんやな。それではよろしいですか。いや、アイリスとマリアといえばこの間のね、舞台新桜大戦のね、ライブコンサート桜花の宴2幕、我が心になるかね、あれ良かったよね。ね、新桜の、ね、ザステージでは劇中劇をきちんとはまだやってないから、歌謡ショーをねイメージしていくと、まるまるこうやって劇をしっかりやるっていうのが、あのゆいまるさんも喋ってたもんね、あざみ役のゆいまるさんも、かんちくゆいさんもね、昔のね歌謡ショー、いやね、彼女たちからすれば昔だからね、まあ私も子供の頃だから見に行くことはできなかったわけだからね、同じなんだけども、そのアイリスたちがやっていた表現をね、いっぱい言いたいことがあるんだよ私は。一つね、まずそのゆいまるさんたちがああやって
表情で全部表現していくっていう凄さとか、その劇一部の切り抜きを、全部のシナリオが分かんなくてもこちらが悲しくなることができるっていうのが、やっぱり表現者として卓越してるな、やっぱさすが帝国歌劇団だなってことを感じながら見ていたし、あとはそのアイリスさんすごかったです、やっぱ当時の映像を見てっていう風にさん付けで喋ってるのを聞いて、あーやっぱ新鮮だなって。そのアザミからすれば設定上も、ゆいまるさんの立場からリアルに見ても先輩なわけじゃん。でもアイリスってさ、ゲームの中では年下じゃない、一番年下だから誰からも、くん付けもさん付けもされない存在なんだよね、攻撃で、だからそのアイリスがやっぱ先輩としてねなってるんだなってことを考えると、帝国歌劇団の歴史が長く続いたことっていうのはすごく嬉しいことよね。ちょっとねフィールドがやばいのよ、負けそうなのよ、私今負けそうなのよ、防御します、負けそうなんです。ちょっとアイリスの攻撃力ってそこそこ高いからちょっとやばいんです。あーどうしよう、やばいっすね、ちょっとどうしよう、マジでどうしよう、耐えれるかな、消えるかな、消えるね、ちょっとは消えたね。攻撃しよう、攻撃してレベル2攻撃になんとかなる、よしやったねあー今ヒヤッとした、いやー今ちょっと危なかったな。アイリスもそうだし、この後のスミレもそうだしね、ひいては三人娘あやめもそうだけど、一撃がガツンとでかいからね、相手のゲージが溜まって攻撃が来るっていう時にこっちのフィールドがね 7,8 段積まれた状態になっていると対処できなくなるよね。マリア、手加減は無用ですわよ。よし、じゃあスミレを倒して隠しキャラ戦に行きましょうか。遅れに怪しく隠す女心、まあ今日はねやっぱタイミング的に舞台新桜のことが一番言いたいかなと思うんだけども、スミレさんがやっぱすごかったね。これはもう本当にいつも言ってることだからね、このチャンネル長く見てる人は聞き飽きたよって思うかもしんないんだけど思うかもしんないんだけども、やっぱ富澤さんがやってきたスミレというキャラクターをバトンタッチというかね、まあ別にもちろん富澤さんも引き続きスミレではあるんだけども、違う方が演じるっていうことの難しさとかハードルね、萌美さんが本当にどんどんスミレさんになっていくというか、もう最初からスミレさんだったんだけど、完成度の高いね、ずっとトップスターだよね、トップスターだよね そうだな、ちょっと着火できないうちに来ちゃったな。これどうしよう、これはどんどんちょっと積んでって、水色上にしときゃよかったかな、赤やって OK、 これで消えて宝石にするか。ちょっと今攻撃しても多分スミレさん翻すだろうからね、一旦冷静にだな、冷静パスタタイムだよね。ダメ、攻撃してもいいけど、やっぱ今この一瞬でスミレさん結構整頓してきたな。スミレやっぱ強いな。前にもちょっとつぶやいたけどさ、このゲームってやっぱ同じキャラクターでも1戦目に出てくるか5戦目に出てくるかでちょっと強さ違う？うわスミレさんも3攻撃か、レベル3攻撃、お互いレベル3打って、これはちょっと読めない状況になってきたな。わからんよ。うんひょー。ちょっと、厳しいんじゃないですか？ダメかな？ダメかな？どうなるかな？どうでしょう？ちょっと防御しかないね。防御一択だね、この状況は。防御していって。どうですかね、なんとかちょっと消えてはいる、防御だねやばい、こっちが攻撃できないね、攻撃を封じられてるね。どうです、あうわ、貯めましてね、緑をここにやって、
散らかっていく一方だな、散らかっていく一方だな。ちょっと、でもスミレさんも散らかってきたから、チャンスはチャンスなんだよな。いいとこで今攻撃しちゃって、攻撃しちゃって、スミレさんがどうなるか、どうなるか、どうなりますか。スミレさん、スミレさん、スミレさん、やばい、勝った。あー、紙一重だったね。うわー、一瞬、あ、初めて見るかも。意地悪姉さんのスミレさん初めて見るかも。なんかわかんねえけどさ、この絵のスミレさん、ちゃんとスミレさんに似てるな。なんか似てるな。めっちゃ疲れた。よろしくお願いします。めっちゃ疲れた、さっきの勝負。すごいスタミナ使った気がするな。それではよろしいですか。いやー、この疲弊してる状況でやるの危ないよね。いやでも久々でプレイしてもここまでいけるな。すごい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 。今のアイリスね。桜対戦2のミニゲームの時のアイリスね、今のやつね。すごいすごい。わかるかな、伝わるかな。テイトの休日ね、お祭りの縁日走り回るミニゲームね。紫で火つけるか。どうかな、連鎖起きなさそうだなこれ。2連鎖ストップ、3連鎖、4行ったか、あ、5行ったか、6。おお、でもゲージは3人娘の方が多い。ダメじゃん、ちょっとダメじゃない、大神くん。どうしよう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 。ああ、攻撃か、受け入れるしかないね。受け入れて、そうだね、3人娘の攻撃は3色しかないっていうのが弱点だからね。これをだから上手にしのいでやっていけるかどうかですね。魔法石、魔法石でちょっとしのいで、あ、ごめん、ちょっと録画が確認しますね。問題ないね。はい、じゃあ続けても、貯めて、どうだいどうだい。まあそうだね、3人娘の攻撃が弱点があるおかげで、こっちのゲージの溜まりが早いから、そうだね、最初の初手の攻撃を耐えることができれば、まあ打数が、向こうの打数が多くてもとりあえずはなんとかなるからね。冷静にいけばいいね。さっきのスミレさん戦はもうヒートアップしたもんな。いやでもこちらも決め手は書いてるんだよな。ちょっと厳しいは厳しいよね。これでいって、どうしようか、どうなるのこれ。あんまり迷っ、あ、 OK。 私の勝ちですね。うん、とりあえずこうやってテンポ感を持って攻撃していけば、まあとりあえずなんとかなるかな。次のあやめさんですね。前回はあやめさんに負けたのか。そうか、山だね。頼むよ、勝ちましょう。マリア勝とう、一緒に。マリア、お手並み拝見ね。よし、行こう。めさんの火力がすごかったもんな前回な。ちょっとこの辺色整理して、で、あの余談ですけど、で今日はもう半分テーマが舞台新作なんですけど、あやめさんと楓さんが同時に今舞台に立ってんだよね。まあ名前が偶然そうだってだけの話なんだけど。あやめさん、飯島あやめさんね、めぐみのと、ほむら組でロンドン歌劇団の楓さんがいる。なんかそれだからさ、今見てる皆さんは、お、あやめさんと楓さんが舞台に立ってるっていうね、元の作品では、桜大戦ではなかったことがね、起きてるっていうのはすごくちょっと嬉しいよね。緑ここ消そうか。で、
あやめさんの攻撃消えて、あやめさんの攻撃の弱点は縦1列同じ色になることだよね。だからとりあえずしのいでしのいで、でもこういう風に攻撃が連打できちゃうと困るから一旦我慢して、うん、思った時にだから攻撃ができるかどうかがポイントなんだよな。あーやばいやばいやばい、でもいける、大丈夫、これはセーフ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 ですね。セーフでして、ちょっとダメだな、防御しよう防御しよう、あやめさんの攻撃を防御して、置いて置いて、そうだね、消えちゃうと逆にそこで時間ロスっちゃうんだよな。消えて消えて、あやめさんが散らかる時を見るしかないんだよね。レベル3までこっちがゲージを貯めておいて、ここで消してここでやって、はい、おい、攻撃しよう。あやめさん、あやめさんに今決めることはできないな、どうなるかな。なんとかなんとかなればいいね、なんとかなればいいですね、なんとかなるかな、なるねなるね、なるなるなるね。 OK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 、 攻撃決める、決めます、今決めます、決着つけます、はい、私の勝ちですね、やりました、よし、ママ母よろしく、あやめさん、あやめさんと三人娘はもう黒子とママ母しかないからね。隊長、私シンデレラになりましたさあラスボス戦です。ここまでは来れるようになったな。じゃあ書き順ヨネダをちょっとチェックして、ヨネダ、はい、マリア最後の勝負だ。うーん、俺が勝ったら王子役はこの俺だ。よし、じゃあヨネダ支配人が王子になるか、大神が王子をやるか決める最後の戦いですね。ヨネダとの戦い方インプットしきれてないからな、体に。行きましょう、一発で勝つよ。ちょっともう実況減ると思ってくださいこれでいって、ここ消しちゃおうか、2連鎖作っちゃおう、2連鎖作っちゃって、でここ消しますね、黄色も消しちゃいます。で次に貯めて1本ゲージ貯まりました。まあ必ずしもね、タワーを積み上げ切る必要もないからね、流派的には左じゃなかった、右側にねどんどん石を貯めていってっていうスタイルをやってるけども、こだわりすぎる必要はないからね。このぐらい積んで積んで積んで、緑をやって、紫がくれば着火できるな。次は紫しか今導火線ないもんね、貯めます、貯めて、で、紫が来ればいいな。紫で一旦火つけるけど、ちょっとこれ連鎖は来ないな。で、もうちょっと我慢してもよかったな。今せっかちだったね。で、赤で2列消しをして、んー、あーちょっと、やべ、何も起きん。黄色来ればいいな。黄色でここ消せば2連鎖は保証されてるな。2連鎖はできて、3連鎖して支配にしようかな。魔法石かな。魔法石で、一旦整頓だな。整頓して、で、紫を、この3つ紫をどこにやろうか。3つマングローブで、ここにやって、あれじゃん、今の。トム・ブラウンじゃん。トム・ブラウンって皆さん知ってる？ちょっと前の M1 入れた人ですね。ここ紫消しちゃおうか。で黄色を消してレベ3がたまるぐらいの連鎖がとりあえずできればいいね。こっからはタワーを無理に積みに行かないで、こういうちっちゃい連鎖をポコポコやっていって、勝てんじゃない、勝てんじゃない、勝てない、まだ勝てない、さすがに。あー整頓してきたな、支配に整頓してきたな。黄色を、黄色、うわー先に攻撃か、微妙、勝った、勝負あったわね、やった、勝ちました。初めての女役というだけでも信じられないのに、隊長が相手役だなんて。あの、私のシンデレラの格好おかしくないですか？舞台には慣れてますけど、今回ばかりはなんだかとても緊張してしまって。隊長、からかわないでください、本当に緊張してるんですから。
でもこんなに緊張しているのに胸は期待でいっぱいなんです。もうすぐ開演ですね。今日の舞台は私の一生の思い出です。いやマリアさん可愛いじゃんやだこのボイス聞けただけでちょっとやー熱いねそうだね、マリアってね、一番こう印象的なシーンとしてはね、着替えの時にっていうか、部屋でねマリアが娘役の服をあてがってるところを見てしまってっていうねシーンが桜大戦1では一番印象的なところの一つだけどねだからこの花子らっていうのはね、元の桜大戦1作目の1年後に出てる作品だけれども、やっぱりその時の桜大戦の中で、出来上がったキャラクター設定だったりとか、そのパーソナリティを補う作品としてすごくよくできてるんだよね。ストーリーモードは結構すみれさん編以外を全部ぐるっと回ってしまったので、そっちのストーリーモードの方がよりそういう役割は大きいんだけども、だってシンデレラモードを見ていてもね、今 の, あのマリアのその娘役この格好なマリアの絵もおもろいんだよな、パネル絵もなだからね、そのストーリーモードの方がどっちかっていうとキャラクターを補っていくっていう要素はすごく強いんだけれども、この絵だったりとか今のセリフだったりとかを見ていっても、マリア橘っていう女性のかっこいいキャラクターっていうのが一番先行して出てくるんだけれども、可愛い乙女なんですよっていうのをねたくさん出してくれてるのが花組対戦コラムスだなっていうのをこの人参受けちゃうのよ人参の輪切りがおもろいのよなんでこのかっこいいのと面白いのを交互にやってくんのよあ、このマリアさんいいね、かっこいいね。一番かっこよくて一番かわいい隊員がマリア橘なのかもしれませんねあー、よかった、買ってました。よし、じゃあとりあえず、旧キャラクターのうちのね2人目まで勝つことができましたね。次誰にしようかな。攻撃力が強いキャラクターがね、カンナとかスミレとかが使いやすい気がするから、そっちが先になるかな。アイリス、コーラもね当然挑戦していきたいなと思うし、他の3キャラね、ヨネダとかもやっていきたいので、まだまだ続きます。皆さん、ぜひお付き合いください。はい、じゃあ今回も応援ありがとうございました。これからも他のゲームのね、桜大戦シリーズもプレイしていきますので応援していってくれれば嬉しいなと思います。やったー、勝ったはい、じゃあ見てくれた全国の隊長にケレッ。